敬愛する最高指導者金正恩元帥が朝鮮人民軍第4回総南同盟初級団体初期熱戦者大会の参加者とともに記念写真を撮りました。金正恩元帥は朝鮮労働党の青年重視に関する思想の積極的な擁護者、宣伝者、監督者となって人民軍軍人を英雄的遺恨へと呼び起こし、祖国防衛と社会主義強国建設の主要部門で青春の英知と融合を余すところなく発揮している人民軍内の青年同盟初級団体初期と青年活動家を熱烈に祝いました。そして大会の参加者が人軍の金さん金正義主義家の要請に即して人民軍内の青年同盟初級団体を戦軍革命の骨の中で高校とした前衛部隊に作り、初戦の青年運動の先鋒になって時代と革命に対しになっている聖なる使命と任務を果たすものと確信し、共に記念写真を撮りました。三元総総政治局長をはじめ、朝鮮人民軍総政治局の人たちが同行しました。偉大な金正義総書記の歴史的なロシア連邦極東地域訪問15周年と、シベリア及び極東地域訪問6周年に際して、ロシアのナホトカホルマト出版社から総書記の普及の著作、ロシアのイパーラパス総書記の質問に対する回答が出版されました。各国のマスコミが朝鮮の戦軍で日増しに発展する朝鮮などと題して、偉大な金正恩総書記の戦軍革命指導開始57周年を大きく取り上げました。パキスタンの新聞エレクションタイムズ、ロシアの新聞ザーストラット、ホームページのアヌールプレス、パトリオッティモスクワは、金正義総書記が1960年8月25日、朝鮮人民軍加盟総部リュージョンス第105戦車師団を現地指導したのは、実に大きな意味を持つ出来事だったとし、戦軍革命を結びとなした総書記のすべての業績を称える記事と文を載せました。カンボジア国営ラジオは、アメリカの絶え間ない核の脅威と恐喝に対応して、共和国が自衛の核抑止力を強めてきたことについて伝え、これは名実ともに金正恩総書記の戦軍の強い意志と胆力の偉大な結実だと述べました。戦軍令に際して、水素貯蔵委員会と水素貯蔵思想研究会が共同声明を発表しました。声明は、偉大な金正恩大元帥は戦軍指導で朝鮮人民軍をいかなる大敵にも勝利できる不抜の特等艦の核の創生を育てた。朝鮮が核保有国、世界的な軍事強国になったのは大元帥の戦軍指導の業績があったからである。尊敬する金正恩元帥は大元帥の戦軍革命指導を受け継いで、社会主義朝鮮を難攻不落の要塞に、帝国主義者が恐れおののく核強国に作ったと述べました。1日、空路平壌入りした中央常任委員会金日成顧問率いる大日本朝鮮民主女性同盟結成70周年代表団と、チョン・ニャンバラさん率いる在日同胞祖国訪問団が、南市の農家の偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し敬意を表しました。朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催による丹川地区の鉱山企業の生産正常化のための科学技術発表会が8月28日から31日まで丹川地区工業総局で行われました。国家科学院中央工業研究所などの科学者、技術者、教員、三大革命グループ員が出席しました。工業、非鉄金属、耐火材の各文化に分けて行われた発表会では、鉱山企業の現代化、情報化、生産正常化における研究の成果と経験についての300編余りの価値ある論文が発表されました。大陸間弾道ロケット破損14型の第2回テスト発射の成功を記念する新切手が出ました。小型シート2種と切手1種で、敬愛する最高指導者金正恩元帥の写真のある切手を中心に配した小型シートには、翻る朝鮮労働党の旗と発射される大陸間弾道ロケットがデザインされています。
切手には朝鮮労働党の戦略的核武力の一大デモンストレーション、大陸間弾道ロケット火星14型の第2回テスト発射にまたもや成功という文字が記されています。南朝鮮のインターネットメディア自主時報によりますと、南朝鮮のサード配備撤回尊重諸城闘争委員会、サード配備反対金正市民対策委員会、遠仏教三女聖地守護緊急対策委員会、サード配備阻止全国行動、サード配備反対テグ建築対策委員会、サード配備阻止釜山ウルサン建築対策委員会が8月28日ソウルのアメリカ大使館前で侵略兵器の強行配備に関する記者会見を開きました。南朝鮮のインターネットメディア民族日報8月30日付に、日本の軍国主義復活を煽る傀儡当局を非難する社説が載りました。社説は現当局者が日本首相とのツアーで日本との協調を再確認した、アメリカとのこの度の合同演習が日本との軍事同盟結成へとつながっている、当局が大国政治万国で明らかになっている以上強固な平和保障は不可能だと述べています。各国の政党団体が朝鮮人民の正義の引用を支持しています。スペイン人民共産党中央委員会は宣言で、ブラジル共産主義再建同盟は朝鮮人民における連帯の手紙で、ペルー全国子ども健康協会健労者統一労働組合は声明で、アメリカの対朝鮮抗戦政策を強く糾弾する、朝鮮半島で核戦争の危険を根本から取り除き地域と世界の平和を守ろうとの朝鮮の揺るぎない立場に全幅の支持を送ると述べました。ニュースを終わります。朝鮮人がお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。熱烈な愛国者の生涯、愛国の生涯で多くの人々を感動させたキム・ボヒョン先生は偉大なキム・イルソン主席の祖父です。帰宅の故郷であるピョンヤンのマンゲンでの小高い丘には先生の胸像が建てられた墓所があります。胸像には先生の生涯を見せる1871年8月19日、1955年9月2日という年代が刻まれています。先生は人一倍、国と人民を愛した熱烈な愛国者でした。国が解放された後、朝鮮で革命武力を政治的に発展させたということでした。その時一番困ったのが武器の足りないことでした。キム・ボヒョン先生は年老いた身でしたが、孫のキム・イルソン主席が心配することを腕をこまぬいて見ているわけにはいきませんでした。武器のことで苦心していた先生はふとある考えを浮かび、子供はあの岸辺に出向きました。配送する日程が多くの武器をテドン川に放り投げたことを思い出したのです。川に行ってそれを確認した先生は孫にこのことを話しました。主席は大変喜びました。川から多くの武器を引き上げた時、先生は喜びのあまり明るい笑みを浮かべました。先生は孫嫁の抗日の暴走を言うキム・ジョンスク女子の真心に惹かれて主席の家にとどまったことがありました。4日目の日、先生はマンギュンデに帰ると言いました。キム・ジョンスク女子は1ヶ月だけでもとどまってゆっくり休んではと重ねて頼みました。しかし先生はこの年寄りが仕事をすればどれだけするだろう、でも孫が国を司る将軍になった以上、将軍の立場を考えても微力ながらも助けにならなければならないと言い、マンギョンデに帰りました。南朝鮮から来たキムグという政治家が
70歳を超えるまで普通の農民と同じく野良仕事をする先生の高潔な品性に参観を禁じえなかったことは今も広く知られた逸話となっています。キム・ポヒョン先生は朝鮮人民が数千年の歴史で初めて迎えたキム・イルソン主席の革命一家の長でした。先生が晩年にでもゆっくり休んでほしいというのは人々皆の願いでした。ですが先生は、私は農民であり、私が農業を立派に営んでこそ孫の行う国の政治が立派なものになると考えていました。それで生涯を閉じるまで勤勉に働きました。熱烈な愛国者の気高い足跡を記したキム・ポヒョン先生の生涯は、人間の真の人生が何であるかを教えた尊い生涯でした。キム・イルソン主席の祖父であるキム・ポヒョン先生についてお話ししました。夜明けを訪れた農場、偉大な朝鮮の総書記の一生は人民のために尽くした人民愛の一生でした。人民のためなら雨の日雪の日を厭わず人民を訪ねて現地指導をされて、苦労の限りを尽くした総書記によって人民の新しい生活は生まれ、幸せがもたらされました。1998年5月、孫文革命指導を続けていた総書記が、安全軍の公私整理された農場でいろいろなタイプのトラクターが仕事先をするということを聞きました。当地の安全軍は遠いところに離れていました。それで軍員が農場の現地指導は母に引き戻してはと人間に来ました。しかし総書記は、農民を離れる仕事から解放する重要なことなので少しも遅れてはならない、疲れるだろうがごかせようと言いました。暗闇の山道を走って陽気に農場に着いた総書記は、畑のヘリなどいろいろな倒壊のトラクターを見て工事がかかるようにしました。それぞれのトラクターの角度と回転半径、性能とメカニズムについてつぶさに見た総書記は、我々労働者が打率を高めて作った3万のトラクターの仕事、何もかも少なくも駒の工分の時だが立派に作ったと言って倒壊を喜びました。また、生命のしばらく新しいタイプのトラクターを作る方法について、一つ一つ教えました。広々とした田んぼで白かきをするトラクターの作業ぶりを眺めていた総書記は、農民たちにあのトラクターを見てもらったのか、農民たちがどちらに興味を持っているのかと聞きました。そして、農作について一番よく知っているのも農民で、機械を扱うのも農民だから、その意見が重要だと言いました。人民を本恩師とみなす、人民が目指すもの求めるもの、その意見を絶対視する総書記の熱い本来を思わせる話でした。まさに金正日総書記の生涯は人民のための日々で綴られています。夜明けに訪れた農場、広大師とお話ししました。水分を立てた大型の袋を入れる。平壌に油塩手術工場がありますが、ここで水分の立てた太陽化に力を入れています。工場では市民の生活と文化水準が高まる現状に合わせて、シューズの種類と形、品数を増やすための手配を綿密に行っています。新製品を開発するときも、今市民が好んでいるのはどんなもので、その美観に合わせるためにはどうするべきかを詳しく打算しています。スタッ
ッカーとバスケットボール、卓球などの選手用の運動靴といろいろな一般の人たちの運動靴、子供用の射出のブーツ、スリッパなど、工場で生産するシューズの種類は数十種もあります。工場ではシューズ生産の多種化多様化のためにコンピューターによるシューズの設計支援システムを導入しました。その結果、さまざまな足型のシューズの設計を科学的に行っています。またあっさりしたことを好む男性用と、デリケートでありながら洗練されたことを好む女性用の運動靴、そしておしゃれを好む子供用の運動靴の開発に力を入れています。工場の技術者は新製品の開発で体質と美観に合う良質の運動靴の大量生産をモットーにしています。工場では研究討論会と品評会を正常化する一方、人々から意見も多く受け入れるなど知恵を出し合ってデザインも完成しています。このほか設備の技術改造も力強く推し進めています。今年に入って工場では機能化の水準が高い選手用と一般用の運動靴の開発、製品の多種化多様化で大きな成果を収めています。工場の技術者労働者は成果に満足することなく、万里馬先駆者大会を意味深く迎えるために自力自強の旗も高く前進を続けています。多種化多様化に力を入れているリュアンシューズ工場の人たちの奮闘ぶりをご紹介しました。